こんばんは。久しぶりです。元気ですか？元気です。最近どうですか？忙しい？楽しい。楽しい？あ、よかったですね。じゃあ今日はどこに行きたいですか？今日はどこ？わかんないわかんない。あれ、鳥の市。鳥の市だそうです。鳥の市？何がありますか、はい、そこに？お祭り。お祭り、おおすごい。カフェとかいろいろ。あ、いろいろ。あ、お酒も今飲むの。飲みましょう、一緒に。オッケー、飲みましょう。はい。じゃあ、ないの僕も、無事なぜさんのこれ。ありがとうございます。じゃあ、ケピー。乾杯。乾杯。美味しかった。美味しかったって。Okay. 美味しかった。じゃあ行きましょうか。行きましょう。大丈夫。テキーラ。ここ食べようかな。こっちもいいね。行きましょう。よろしくお願いします。じゃあどこから行きますか。今お祭りの方に向かいます。 OK 行きましょう。行きましょう。こちらこちら。このいもつ、なんだっけ、お祭りは、どんなお祭りですか？ちょっと説明。行ったことない。行ったことがないですか？行ったことない。はなちゃんはちょっとだけ。ちょっとだけ、ちょっとだけ行ったことある。なんかあれじゃないの、水商売のなんたらかんたら。あ、そう、なんか商売繁盛、商売繁盛する。はいはい。なんかお祭りみたいな。ああ、じゃあ、毎年1日だけ。毎年なんか3回ぐらいある気がする。11月に今年3回あるって調べた。あ結構あるよね。調べた。面白いそうです。意外と今日が11月の初日だから、うん、そうだよね。いい、そう、初日前夜祭みたいな。うん。近いですか、場所は？もうちょっと、もうちょっとだけど、ママムは好きだよ、うち。好きなの、うん、置いてほしいミルキーに。何色？白と紫と水色が一番うまい。白飲んだことない。なんかね、甘い。美味しい、飲みやすい。ちょうどいい甘さ。何？美味しい、何？飲みやすい？マバムっていうお酒。マバム、マバムっていうキラキラ入ってるお酒。あー、なるほど。シャンパン。はいはい、ゴールデン街行ってて、はいはい、なんかちっちゃいバーが400店舗ぐらいあるらしいです。おー、すごい、すごく面白い。うん、すごく面白い。うん、ごたごたしてます。じゃあ、どこに、なんだっけ、居酒屋とかバールとかたくさんありますか？うん、あります。あるね、あるある。おでん屋さん、ここに。あー、飲んだことがありますか、ここに？ないです。ないですか。今行きたいところ見つけた。じゃあ、OK。 行きたいところ、どこ？行きたいところ見つけた。寄ってこって名前のところ。あ名前かわいい。かわいい、かわいい、ね。すごく面白い。おでんやってるって言ってた。おでん食べたい。おでん食べたいな。ね、おでんね、今の時期美味しいよね、おでん。うわ、もうあるよ。あー、素晴らしい。食べなきゃ。何を？
何が、あ、すごい。出店が並んでます。何が食べたいですか？何がいい？でも食べてないでしょ、何も。何でもいい。何でもいいよ。あるよ。波もある。いい匂いですね。これ何？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 冷たいのが他のに出した。いや、冷たいの嫌です。ありがとうございます。ね、タンはうまい。絶対美味しい。3年間なかった。どこに食べてる？いきます。待って、すごいタレがそばにあるんだよ。いきなり食うじゃん。うるさい。寝ちゃったの。味がどう？うん、美味しい。カレーマフ？カレーマフ？そう。こういう祭りとかって行くの？行かないで。たまに。人混み嫌い。焼きそば、唐揚げ。焼きそば好きですか？焼きそば好きです。美味しい。あれ、美味しい。赤。何？赤紅生姜が好き。紅生姜？そう。紅生姜美味しい、ね。あれが好き。スティックマ、ね、ジャガマンチョコあるよ。何がある？ジャガバター食べたい。ジャガバターにしよう。うん、でも絶対お腹いっぱいになるね。誰かに。今、人混みの人だ。分かんない。どっちが良かったね。電気の。何を食べたいですか？1つ、はい、すぐ食べますか？すごい。はい、おちおちゃん、はい、はい、これは何？名前は？これはあゆの生焼きです。生焼き？生焼き、生焼き、塩焼き。おいしそう。はい、すごいじゃん。どうやって食べるの？見せて。わかんない。どうやって食べるの？食べたことあります。でもやっぱアユマスターの違う。アユこっち見せ、こっち見せ、食べて。もう一回食べて。はい、めっちゃ塩落としてる。おいしい。おいしい。酒飲みたい。いただきます。うまくない？おいしい。おいしい？今もういいお買い出したでしょ。
美味しい。味がどう？味はなんか魚って感じ。魚泣いたなんか取れたてですみたいな。あ、濃厚です。何？濃厚です。濃厚？炭で焼いてるから美味しいじゃないね。出来たてなんですか？出来たて、あったかい。食べていいよめっちゃいい。何が？見せ物小屋っていう。見せ物？なんか、まあ、日本独特の、日本独特の、まあ、こういうの。あ、なんか、面白いお祭りならではの、はいはいはい、ものがあります。あ、しい。おみくじもあります。おみくじ、おごめん、今のはあんまり食べるわけじゃありません。鳥の市の楽しみ方は金手物小屋も。ここは商売繁盛の、商売繁盛になるなんかお着物とかが売ってる。ああ、なんか大きい方がどんどん商売繁盛するよって。何が重いかい？サイズがこれからこれまでで、大きい方が商売繁盛するよって。すごく面白い。豪華な、初めて見た。初めて見た？初めて来た、ここ。なんか怖いのたくさんある。すごい。すごい。皆さん後ろに行っちゃってないんです。うさぎ年？今年？え、来年うさぎ年だからでしょ？これの名前は何？何ですか？これ七福神みたいな。七人いるから。七福神、七人の何？神様。神様みたいな。ああ、神様。じゃあ全部同じサイズがだけ違う？うん、サイズだけとか、デザインが若干、デザインが若干。じゃあ、お参りのところ、お願いすることが何がありますか？お願いするところ？何が？秘密ですか？秘密です。秘密を言えません。じゃあ、ちょっと秘密から叶いません。じゃあ、ちょっと教えて大丈夫ですよ。みんな、君がいますから教えないの？あ、教えないの？何を願うの？たくさん繁盛しますように。何？繁盛？繁盛しますように。繁盛しますように。あー、森がある。素晴らしい、ねね、OK、行きましょう。行きます。ちょっと、うわ、すごい人混みみたいなのが。やばいよね、めっちゃ並んでる。階段に登るんだけど、めちゃめちゃ並んでます。あー、なるほど。おー、やばいです。じゃあ今どこにいますか？じゃあもうお参りに、お参りに向かおうと思います。 OK。 じゃあショートカット。大体どれだった？なんだ。終わりました。終わりました、はい、ここにもできますか、お参り？ツーランド開けてください。お
まあ、ここじゃ本当はダメなんですけど、まあ、神様はこんなちっちゃいこと気にしないです。ああなるほど。ください通路なんで優しいかも。そう大丈夫です。あ、いっぱい並んでるのでここでお参りをしたいと思います。笑わないでもらっていい？わかんない、1でそう。ここで大丈夫ですか、お参り？気にしません、大丈夫です。大丈夫です、私たちなら。私たちは大丈夫ピンコ好き。やばい。おいしそう。イエーイ。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。お、おいしい。おいしい。おいしい。味が何？メロン？これホワイトチョコ。ホワイトチョコ？これ何？これ何？普通のチョコ。何？普通のチョコレートなんですよ。ああ、普通のチョコ、うん、美味しい。美味しいよ。すごく美味しい。初めて食べた。お祭りでよくあります。あ、お祭り、そうそう。浅草さんもよくあります。全然。食べるのも早い。早い。ちょっと撮影しながら。これ何？ゲンガーです。ポケモン。ゲンガ。ポケモン。かわいい。大好きで。怒っている。どうして怒っている？え？どうして今怒っているみたいです。怒ってないです。これが普通の顔です。あ、普通の顔。そう。甘酒美味しいの顔。あ、なるほど。かわいい。これ内房です。何？シオンの相棒です。シオンの相棒？シオンが好きなキャラクターです。ああ。かわいい。かわいい。なるほどね。じゃあ、今日はどうでしたか？楽しかったです。ああ、よかったですね。何が一番楽しかった？おいしいもの食べた。あ、おいしいものを食べた？はい。熊でキラキラしてて。ああ。めちゃめちゃ良かった。いい景色、すごく楽しかった、僕も。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございます。